はい、皆さん、こんにちは、もちゃ TV です。ということで、今回、ウィニングレブン2018アプリやっていきたいと思います。ということで、毎週金曜日はオンチャレということで、やっていきます。まあ、オンチャレ。はい、ガチャ来ないの？多分ですけれども、月曜日にイベントもガチャも全部終わるんですよ。はい。新しくなるんだよね。うん。だから月曜日に、まあ、イベントとガチャ来るのは間違いないんですけど、そこに何のね、ガチャが来るのか。じゃあ、セレブレーションガチャもさ、うん。別に月曜日までやってくれればよかったね。そう、だから、うん、もしかしたら今夜あ何か来るかもしれない。深夜に何か来るのかもしれない。はいはいはい。感じで、まあ今回はですね、この何も来ねえわ、何も来ねえわいや、そう言ってきたから。まあジーコの場合はな。いや、俺レジェンド来るかもしれない。ジーコメンテも入らず来たからな。うん、そういうのもあるということで、まあ今回はですね、普通にまあオンチャリやって、またガチャが引ける。またガチャが引けるんで、まあ一応金以上はね、これで引けるから。なんかまあ前だったら、なんだっけ、何万 TP か貯めて、黒確定の、1回だけ黒が引ける、黒の選手。10万ぐらいだったね。そうだね、それができたりとかしてたんですけど、今はまあオンチャで金以上が確定で、まあまあ毎回引けると。まあオンラインイベントだけじゃなくね、普通に、そのランキングイベント的なのも結構楽しいからね。そうね。まあこれは、まあオンチャで GP を稼げるんで、まあオンチャ自体はね、普通に嬉しいと。いや、嬉しいよ。まあその代わりやっぱりスカウトとオークション高いけどね、やっぱり。うん、まあでも多分まあ思ったよりっていう感じなのかなと思うけどね。あと枠とか広げないといけないしね、オラジオの場合どの道245で今広げてんね、今。うん、さあ、ね、すごいドリブルしてくる。これは一応このスカット的にはまあ完全にそのこのオンチャレ用に合わせたスカットです ね、 ね、バーディ。ちょっとドリブルがしつこかったけど、なんで今、いや素晴らしい、今キーパーなんで取り損ねたんだろうな、うん、何が起こったんだろう今。ああいうこともあるというね、うん、さあこの辺はね、おい、うん、いやーここね、エディソン・モライスですね、ブラジル代表の GK、うん、使ってますね。ちょっとあの距離がね合わなかったな、まあ、ウンティティとねクスモーリングも非常に硬くて、はい、まあ、でもセンターバック、ああ怖い、ここはまずいね、ここ危ないよ。さあ任しはない、切っていくしかない、ね、あ、まあいい守備です、ね、うん、なんだっけ、何の話だっけ、センターバックか、うん、結構優秀なセンターバック多いよね。あ、なるほど。マルキーニョスとかさ、ちょっとこう遠いんだよね。ここでパス出すのは結構厳しいかもしんねえな。さあここで落ち着いてパスを回していきたい。さら、あ、もう一個奥、あ、右の奥行っときゃ、左の奥か行っときゃね。いや、おーっと、なんかよくわかんねえ。あー、いや、なんかよくわかんないゴール。まあなんかああいう裏のパスって実はさ、うん、結構後ろから追っかけに来ててて、まあそうだね、特にあれがオバミアンとかモラタとかだとすごいなんかゴシャって入るみたいなのもあるんで、うん、まあ本来ならね一発で向こうにサラーに行けたらよかったんですけども、体勢が悪かったんでね。おー来たこれ、まあ、結果的に来よった、トゥーン。いや素晴らしい、来よった形。これね、モライスって攻撃的 GK なの？ GK なんじゃない、多分あそこまで出てくるからね、うん、まあそうですね、あそこのところでのワンツーが強いよ、おそらく効くなっていうのが、もう前半のね結構早い段階でここの位置だなみたいな。あの1個さ、ラグビーサッカーも、うん、時もさやったじゃん、うん、あのフラパス、うん、まあ、ループじゃなかったけど、そうだね、イブラで、あれ強いのよ結構。もうバーディーがね頑張っちゃうんだよね頑張っちゃうんだよ。いや惜しい、ここはでもワンタッチした方が良かったのかな、ダイレで打たずに。そうだね、だからワンタッチシュートがあればワンタッチシュートで打っていいんだけど、スキル持ってる選手がいれば、うん、まあサラーって持ってないね確か、だったらもっと溜めて打ってもよかったかもしれないね。まあ今のところサラーのサイドは全然使ってないんで。サラーさ超強いよね。うん、強いね、早いし。サラー超強いんだ、サラーが。さあここ下げて、ここをねどうするかっていうのは、このフィリップスコライ、これそうっていうのはなんかあるよね、課題としては。さあ怖い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 、なんかあ、中出しとけよかったのに。これで中出されてたら普通に1点でしたね。このあれが怖いね。さあ来た、あー浮かしたかったな、山なりのふわふわパスだ。ちょっとだからその通ったかもしれないね、ゴロパスが多いのかもしれないね、グランダーの。ここら辺ね、いや怖いよ、チェックが激しいんだ相手の方。ボランチ上がらしてるから、あそこでね思いっきり、そう来てるんで、
まあ、激しいといった感じですね。これ相手の監督は誰なんだろう。3トップだってね、確かね。なるほど。はい。ということで、まだ前半 2-0 なんですけど、早い、対戦相手の方がギブアップされたということで、なるほど。この後にね、ちょっとガチャの方も、ね、引いていければいいかなと思います。まあそんなに 2-0 だったらまだわからないみたいなところあるんだけど、まあなんかね、まあ、次早く行きてってなったら全然次早く行っても、うん、別にだって成績とか関係ないし ね、うん、そうだね、はい、ということでガチャの方を引いていきたいと思います。はい、ということで最後にねガチャの方を引いていこうと思います。ガチャね、さあこちらのガチャ、まあ金以上だから普通にあのクリバリとか、まあ、あの PSO とちょっと被っちゃいますけど、マドラスとかね、あそこら辺別にとつって、うん、とつりたいんで、これなんとかいい選手来ないかなと毎回思ってるんですけど、まあなんか、まあ、銀でいい選手が来たりとかするんだけどね、金だとどうなんだろう。いっちゃいなよ、来い。まあここ、ここから金で何が来る。ミリック、ミリックか。ナポリの選手来よったぞ。いやこれとニュー結構強いよ。ポーランドなんだよね。あれこれニュー、ミルクポーランドのレバンドスキーの、ポーランドスカット。ああポーランドスカットやった。俺なんか日本と同じミルク単体プリーグのスカット作れちゃうんじゃない。20単体、ね、ミルク結構ね、まあ別に、あ、まああれか、大体のとあれがいいみたいな。そう、まあ、はいはいはい、コンディション程度が若干低いですけど、なるほど、まあ別になんかそんなに悪くないもん。でワンタッチシュートあった。そう、はいはい、ラインブレーカーでいった感じだね。ミリクちょっといいですか、イングランド。ちょっとなんか確かに、なんでちょっと何回か欲しいのない。でマンガラとストーンドル欲しいんやよ。まあじゃあどうする。いっちゃいな。何回ずついく。5結構低いなもん、うん、結構低いやじゃあとりあえず 2ずつで交代しようか。まあ黒出たら終了だな。そうだね、来ちゃうんだよもう最初。まあまあそれはね、うわ、あ、まあ銀だよ、そういうのある。結構重いんだよこのボックスが。ベンデイビス、うん、まあちょっと重いんだよな。そうだ、ね、うん、まあないな。まあ、銀でもいい選手はいるからな。でも僕のボックスドローにいるかは把握してないけど。そうだね、でも意外にいるんだよね。白とか銅とか。ラッシュフォードとかいる。ラッシュフォード、うん、ラッシュフォード銀だよね。ラッシュフォード銀だよ。アッシュマンガラ来てくれ。もう来んじゃねえの。うわキーン、マジサイドブルー。ほっぺためっちゃ赤くない。寒いもん。寒いね。考える気温を。向こうのイングランド、イングランドなんてめちゃめちゃ寒い。イギリスはもう、いやーまあ悪くないっちゃ悪くない。ああそうだね。5か。マイケル・キーン。まあこれね。いやーマジジョン・ストーンズがマンガラ来いよ。はい。まあでも言うてもう140多いな。多いよ。191って多いんだよ量が。もう。おーい、お、クレスウェルどう、左サイドバック28、うーん、はい、あー6だ、うん、あーまあ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 、コントロールカーブとピンポイントクロス持ってるんだね。どういう戦あれなんだろうな、スキルの成功曲がるんじゃない。うん、これってアザール出した。アザール出てない。とつってもいいな。まあね、はい、あるね。あ、ずれるんじゃないの。おい、これで。うわ、クリオベアキされてきてる。完璧じゃん。持ってる。いや最高じゃん、突ろうよ。もう2突よ。いや最高じゃん。いやクリオベアキめちゃめちゃ強いから。いやコンディションってめっちゃ低いんだよ。そうなんです。クリオベアキね、能力めっちゃやべえよな。能力下がったよね、うん、まあ下がったけど、下がった、ね、でも昔はもっと強かった。いや2016超強だけどさ、これでさ初期値でこれで金なのって思わない。まあね、これ3なんだよね。なん、どうしたコンディション、マジで。トレーナーに行こう。いやクリオベアキか。いや前だったら大喜びしてたよ。そう2016にマジ強かったんだよね。黒差し置いてボランティア使ってたわ。うん、いやー強かったな、クリオビアクって。ールーニーも喜んでた時期ありました。あああずれにちゃうか。はい、はーい、ギン、うわーゲイル。あまりの寒さにああなっちゃう。ダメか、後編か。あー、スピード瞬発結構ある。マジでさ、ほいマジでジョンストーンズがマンガル来ればもうマジシーツカット作れちゃう。いけ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 、毎度毎度言ってますけど、なんか結構引いてみよう。え10回引いちゃうもん。
はい、来た。ターン、お願いします。ラスト俺の。よっしゃ、来た。おい、終わり、終了。エリアキン、エリアキン。あと2回とかして。マンシースカット作れる。さあ、はい、マンムル。おい、ここに美味しいバナナありますよ。しかもこいつめちゃめちゃ強いよね。結構普通の能力強いんだよ。ヘディングとかボールダッシュ、スピードも結構ある。あ、あるな。ボディバラジャンプあって、まあコンディションこう、まあそこまでね、言うほどうわー強いっていうスキルのセンターバックじゃないけど、俺は嬉しいよ。マンブルだから。俺はマンブルだから。いや、マジで嬉しい。マンブルスカットが作りたいだけでしょ。ペップステップね。いや、作れる。ここに美味しいバナナがありますよ。はい、もうあとはね、正直もう力抜けてるんで、なんで銀かな。ゴメス、銀でゴメス。キーパーもいい。え、あの、取れないし。銀でゴメスじゃないの、うん、じゃあラスト1回ね。ラスト1、黒来るで。エデンが来るで。いいよ、エデンそれかケビン、ケッペン、デプライム。はい。あ、ずれる。おい、ずれる、これはずれろ。おい、ずれずれずれ。ファブレガス喜べよ、お前。ロンドン FC。 いや、なんだよ。めっちゃいいじゃん。スペインスカット。おお、すごい。グランダーバスト、フライパスが88と85だぞ、お前。プレースキックカーブがある。見ろ、瞬発が64だ。そしてスピード61。ファブレガス、いや、いいよ。なんでだよ。持ってるよ、もう2つしてるよ。まあ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 、一回黒来てるから。まあまあ、オッケー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 。まあ、ということでですね、今回はオンチャレの報酬引いてきた後に、イングリッシュリーグス引いたんですけど、なんとマンガラ来たということで、完璧。これによって、マンシースカット、ついに爆誕ですよ。ということで、まず行きましょう。さよなら、ボー。